男性はって感じで入ってきた。って感じで入る。石巻っていうものがさ、全くもって読めない。カタカナしか読めない。今、婚約の時間帯になりました。新元湖、新元湖岩風呂、笛吹渓流、雅の湯です。あ、そう、ワンポイントアドバイス。こういう風にね、いろんなところにこう、あったかいやつあるんですけど、ヒントとか、こういう山のお宿とか、冬かなり寒いので、私は前靴下、そしてレッグウォーマーをつけております。浴衣って結構足寒いんで、意外と役に立ちます。格好悪いけどね。中には普通にズボン下に履く人もいます。それでは行きます。めっちゃ楽しみ。ダダダンダダンダダン。エレベーター、禁酒禁煙、すごい厳しいね。当たり前ですよ。めっちゃ下に降りる。ここに鐘があります。遊び心で優しい音色を奏でてください。ちょっとうるさいか、夜寒いんで行きましょう。皆さん寒いよ。確か70段って言ってた気がする。寒い、なんかやっぱり降りてく系の温泉ってやっぱ川沿いだったりさ、こう階段を降りるよね。はい、明るくなりました。今日の日の出が6時51分なんですけど、今の時間が6時48分です。明るい。でもね、この真ん中のところがね、すごくいい感じ。タイルがかわいい。ここのタイル、違うタイル、緑色のタイルで、あっち行ってみる。絶対冷たい、絶対冷たい。おおおおおおお、寒い、冷たい。あ、でもタイルがかわいい。見てこれ、集合体、苦手な人はダメかな。すごいタイルだと思う。なんかさ、このタイルすごくない？なんかさ、これ背景温泉って感じする？すごくない？なんかゾワゾワするの。ゾワゾワしない？するよね、しますよね。ゾワゾワしない？入った瞬間は、冷たいって思うんだけど、今は全然平気で、柔らかい、アルカリ性だから柔らかくて肌なじみがいい。ぬるいからそんなに湯あたりしないし、いい感じです。おほ、屋根があるから半露天になるのかな。雪が降っても雨が降っても大丈夫。日帰り入浴はやってません。宿泊者のみ婚約することができます。貴重ですよね。だから、まあ、最低満単位払わないと入れない。なんかやっぱり夫婦とかカップルとかでまったりするのがいいと思います。昨日の夜10時ギリギリまで3カップル入ってます。で、新たな手法があって、女の人をこう後ろからこうギュッてしながら違う女の人を見るっていう新たなモアイと言いますか、新たなワニ族と言いますか、新手がいます。だから女の人はもう抱きしめられてて、いい感じで入ってて、でも後ろの、あの男性はって感じで入ってて、って感じで入ってて、ウィンウィンだね。ウィンウィン、女性も満足度高い、男性も満足させつつ、こう他も見れる。すごい新たな手法の
方がいて、あ、技術は更新されていくんだと思いました。まあ、いろんな愛の形があります。このまま川に流してるのかな。寒いじゃん。めっちゃ寒いじゃん。寒いよ。川に流してた。寒い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 。何時から何時までだっけ。女性専用時間帯と男性専用時間帯があって、それが終わってから混浴の時間になります。で、夜と朝10時までが混浴です。で、今日帰り入浴やってないみたいなんですけど、もし日帰り入浴再開してからも混浴の時間帯は日帰り入浴の時間ではないみたいなので、結局泊まらないと混浴はできない。男性も入れるし、女性も女性専用時間に入れるんですけど、一緒に入るのは宿泊者のみです。なんか久しぶりに来た温泉取材で2時間しか寝てない。考えてる。昨日大変だったんですよ。でんぐり返ししたじゃん。そしたら背中にいっぱい草が刺さってたり、すごい切れてるらしい。すごい痛い。背中すりく効くかな。温泉刺さってたんだよ、草。なんかチクチクする。背中に草刺さった。トゲトゲトゲ背中に。もうやだな。くれぐれも目の前に芝生があるからといってでんぐり返しといい大人がしないように、皆さんは気をつけてください。珍しくお品書きがあるお宿でございます。お品書きっていうものはさ、全くもって読めない。カタカナしか読めない。ね、食べればわかるでしょ。チーズ、チーズ、お刺身。これはわかりません。食前酒です。それでは乾杯。日本酒？あ、違うだった。甲州ワイン。ワイン。ワインだった。いただきます。うん、わかんない。危ないからね。